ヤマハ TDR とは、ヤマハ発動機が製造を販売していたオートガイであり、シリーズ車種として数車種が生産されていた。1988年、水冷にサイクルエンジンを搭載した、デュアルパーパスモデルとして登場した。TDR とは、ツインダートレーサーそれぞれの頭を取って名付けられた。ヤマハ TDR250TDR シリーズの トップモデルである TDR250 は1987年に開催されたファラオラリーで風間真嗣によって 250cc クラス優勝を果たしたマシーンを原型とし1988年1月に登場。同社のレーサーレプリカ TZR250 と同じ水冷にサイクル並列に気筒エンジンを搭載。タンクと一体デザインのボディマウントカウルを装備。 最高出力は TZR と同じ 45PS を維持しながら、減速比を低めにセットし、加速性能を重視とした。よく整備された車体と熟練したライダーの組み合わせなら、ノーマルでも0時速 100km は5秒弱をマーク、できるほどである。ホイールはスポークながら、F110、90から18、R120、80から17サイズのタイヤを履き、 前後シングルディスクを装着した。特にフロントブレーキは 320mm もの体型ディスクにフローティングされたキャリパー。さらにはオフロードでの使用も考慮してバリアブルタッチブレーキシステムと呼ばれるキャリパーのピストンにかかる圧力をブレーキレバーの入力比によって変化させる装置も搭載された豪華なものであった。オフロードモデルにふさわしい走破性と TZR 譲りの高い動力性能で人気を博した。TDR250 の弟分である TDR8050 は1988年7月に登場。同社の 50cc スポーツ RZ50 や DT50 に搭載されていた水冷2サイクル短気筒エンジンを中低速向けにセッティングしてファイ 25.4mm の 体型交換セミダブルクレードルに3点リジット喧嘩搭載方式で搭載。特にシリンダヘッドの喧嘩はフレームの合成向上と体感振動の低減に寄与している。サスペンションはフロント最大 140mm、リア最大 130mm のホイールトラベルを確保し、リアはモノクロスサスペンションを採用。タイヤ。 ホイールは3本中空スポークの軽量アルミキャストで、フロント3.50から12から 2PR、リア1 90から12、48J。ブレーキは前後 203mm のディスクブレーキを採用し、TDR250 のイメージを踏襲したデザインで、全容量8リットルのガソリンタンクにボディマウントのカウルを装備し、タコメータが標準装備されていた。 電装は6ト。最高出力は 80cc 版で 10PS、50cc 版で 7.2PS を発揮していた。カラーリングはホワイトとソフィアイエロー。後に 80cc 版にヤマハブラックが追加。オプションでリアキャリア、アンダーガード、ハイグリップタイヤ等が設定されていた。1990年登場の TZR52。 同型エンジンは受け継がれる TDR125 は1993年に発表されたが、このモデルはイタリアのベルガルタヤマハで生産が行われて、欧州市場向けに発売されており、TDM シリーズ譲りの車体デザインが施されていたため、日本国内で販売されていた TDR とは、系統が異なる。したがって250や50、80とは違い、 TDM シリーズの流れを組む丸目二頭のヘッドライトが特徴的である。DT125R を現在で言うモタド仕様に仕立て上げた作りで輸入車として発売された日本でも人気を博した。TDR125 は大きくは1989年以降、イタリアで作られたものと、1997年以降日本国内で、 作られ、日本国外向けに輸出されたものの2種類に分類できる。前者はヤマハが1986年に技術援助契約、1992年に資本参入した現地法人ベルガルダヤマハ製造のものが1993年からレッドバロングループによって輸入され、日本に広まった。また初期にはキャストホイールを履いた TDR125R も少数ではあるが、 輸入された。後者の国内生産の輸出版は、形は TDM に似ており、電装も直流 12V で一つ上のクラスの風格がある。しかし、ヨーロッパの規制に合わせ電気的なリミッターがついており、一部物の機能が制限されている。最近レッドバロンで販売されている例にモデルはさらに、リミッターが強化されば力の損失が大きい。しかし、日本国内生産なので、 ヤマハからほとんどのパーツを買うことができるためその点は安心である。TDR125 の前身は1987年に同じベルガルダヤマハで生産された DT125Z と思われる。このモデルはタンク一体型のフロントカウルを持ち DT テネレとして販売されていた。ライト形状は TDR125 のような丸めに二等と250。 のような角型ライトの2種類があった。ありがとうございます。